さあ始まりました、ダックスの6です。今回はこのヘッドをこの、ボアアップしたですね 75cc のシリンダーの上に組み込むんですけども、今回のポイントはバルブクリアランスとかですね、そのあたりやっていきたいなと思ってます。でですね、生配信でみんなに相談してあれつけたらって言われてた件、見てください、これ、ビレットオイルクーラーです。ビレットオイルクーラーね、1万3000円しました。6ボルト12ボルト使用可能、 G クラフトさんですね。5段、これのいいところはホースも何もいらないですよ。これカポッと横につけたらそれだけでオイルクーラーの効果があるというですね、ちょっと優れものを私準備しました。これもつけていきたいと思います。ガッサンチャンネル、ビレットオイルクーラーということで、まあいろんなホースとか取り回しがいらないんですね。でポン付けでつくんでこういう感じでつきます。オイルクーラーが5段になってるっていう、オイルの周りがですねこう入ることで、まあ冷やしてくれるって、まあ、簡易的なオイルクーラーなんですけど、ただ1個懸念されていたところは、今度このプラグがですねこういう風にちょっとあのプラグ交換するときに干渉がまあできるんですけど、クリアランスが狭いのでここはちょっと面倒くさいかなっていう。でも基本的にはですね、まあ外してつけるだけなんで結構お手軽な。はい、というで生配信でですね言われてたこのスプリングですね、バルブのスプリング、ピッチがですね狭い方が下でピッチが広い方が上っていうのを確認した方がいいんじゃないかっていう話ねありましたんで、まあ僕できてるとは思うんですけど、最後確認したいと思います。シェイクダウンさんに教えてもらった、バルブスプリングのバンダナ、磁石のあるプラグレンチ、あ、1個取れたお前1個取れた、なるほど。スプリングが下に入ることによって磁力のとこに来るとそれでってことですね。あ、取れた、ほら取れた一瞬っすね。で、これですね、この、生配信でサムライキングさんとかいろんな人が言ってたやつ確認。じゃあこの下は触らん方がいいですね。ね、そうですね。個別にできてるわけ。ということでね、これピッチね、同じピッチやったんですよね。だからバラして確認したんですけど、大丈夫でした。でもまあちょっと説明してなかった焼き付きの部分のね、こういうところのクリアランスが今こうなってますよっていうのと、あとあえて自分でバラしてみたら、まあ、分かったこともあったし、ここのガスケットどっちにしろ外さないといけないんで、ガスケット外したら、ね、汚くなるんで、この中に入っていったりもするから、まあ改めて自分で、まあ、こういうのを、ね、割り上げて、カモとかですね、これをバラして勉強になりました。ちょっと、今からガスケットをきれいにして準備したいと思います。笹木師匠から教えてもらったカッター戦法ですね。この硬化したガスケットも簡単に取ることができます。こういうところがやっぱオイルストーンのいいところかもしれないですね。手が入りにくいところが、カッター戦法がやりにくいところがオイルストーンで、あー楽やわオイルストーンでやったらはっはー、これ買ってよかったな、やっぱり。あ、バッチリです、バッチリです。6ボルトダックスは片っぽはもうこういう構造でバルブと、スプリング、ちっちゃいスプリングね、で大きいスプリングで蓋だけなんですよね。それだけ12ボルトと違うところです。
でバルブコンプレッサーでつけていきます。はい、自分でバラバラにして組みました。やっぱね、自分で組んでよかったなと思うところがですね、まあ例えばここね、こういうところがちゃんと奥までですね、上から見てもこのなんていうんですか、これを止めてるやつが実は中まで入ってるとかですね、まあ、改めてこう噛むのをね、あ、こうやって止まってんねやとかっていうのも分かってよかったです。はい、今は、これ今仮で止めてますけどね、ここから進めていきたいと思います。はい、それではですね、今からヘッドの方を組みたいと思います。ちょっとここで紹介します。浅野さん来てくれました今日は会社サボってますそう、はい、でこの、ヘッドをこんなことつけるんですけど、前回まあ進めなかったのが、進めなかったこれです。これあ、ちょっとこの2つのですねピンがなかったので進めれなかったわけです。これはですね、ヘッドをつけるときにこうね、カチッとするためで、多分これですね、シール、こことで、ここかな、あ、これ違うな、ここもなんかいりますよ。今の判明しました。これここ別々やっただけの話です。はい、すいません、お騒がせしました。はい、ここからです。はい、ここから大丈夫で、多分つける、これつけてから、そのなんかほら、これが上、なんか上視点がどうだって別にいいんですよね。とりあえずつけたいんですよね、今はね。そうです、確かね、はい、それは僕も予習してきたんで、はい、向きはこうかな。そうですね。それなんでかって言ったら、ここの穴がこれにつくからなんですよこれにつくで、まずはとりあえずはこういったらいいんですよ。それこのこれがじゃあ出てたから、じゃあ その出っ張りがね、あれ、これなんかピッて剥がれてるけど、これガスケット、ガスケット大丈夫今気づいたけど、これ交換した方がええんちゃうの。これが入らへんで、全然。なんでな、これがこれ入れてるでしょ、なんで入んの、その先は。あ、ちょっとこういう風に入れてるね。そういうこと。これめっちゃいいじゃないですか。この、はいはい、あー、来た。はい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 、見えてるよ、見えてるよ。いやー、オイルストーンいいっすね。全部カッターじゃなくても。おー、取れた。じゃあ。おー。で、これ表ほらある、あるね。それも形状に合わせて。形状あって、こうか、じゃあこう、はい、で、これあれいるでしょ、童話社みたいに言われちゃいますね。これ童話社。あ、そんな大きかった。ほんで、なぜこれ、ここが普通の、ここ普通のやつかな。あ、テキスト。で、このあと4、3本。ああ、そういうことか。表ぐらいあるんですか、これ。いいでしょ、取る右でいいの、2キロぐらい対角線で、対角線でね、はい、そうそうそう、この N5 で鍛えられましたから、大概もこんな感じでしょうって感じでいける。しかもここ仮に何かあったら閉めたいだけでしょ、これね、見えてるし。よし、行こう。調べよう。
ってちょっと怖かった。ニュってニュっていきそうで、なんとなくですね。 5C5D はですね、ここで 12N ニュートン。また立ち入っていうのがある。マスパインドロップしてくると思います。ちょっと待って。いや結構閉まってるな。結構閉まってる。でも10にしよう、それ。そうですね。一回10にしてみる。しまってる俺。まずよ。そうそう。一回こういう時はね、で12に改めてしてみます。はい、来た来た来た。はい、まあここ持ってないから、この真ん中持ってるから。はい。バッチリです。バッチリ。フライマホイールのこの T マークが今ここ来てるじゃないですか。うんうんうん、で来てて、でここのシリンターヘッドの合わせマークがここ、うん、この水平ところ、この水平ところ、うん、にカムスプロ家のゼロマークを合わせる、うんうん、はい、これか、これやね、このマークを合わせる。それあの山をこう外してこう回したら回ってまうんで、そうか、 T はこのままやもんね。ちょっと見や、さっきのその引っ掛けて、そうだね、上引っ掛けて、ちょっと外さなあかんってことだね。そう、ちょっとずつ外して、嫌すぎる、全部外したい、もういうことだね。くいわ。はずきルーベやね。この辺。これがここでしょ。はい、合ってるよね。はい。はい、来た。ね、これ1ミリもずれてたらあかんの。1ミリも。一コマずれたらもう明らかにずれとも分かるんで。マジで。はい。じゃあ絶対やっていかなあかんな。こういうことですよ。今合ってますよ、これ。はい。こっちもバッチリ合ってます。はい。で、これでか。それはめんどくさいわ。そういうことか。で、こうやってるときにずれるんでしょ。この工具、絶対いるね。それはね、たこ焼きみたいな。別のあれでこうだったけどね。ほうほうほう。これは便利やわ。あ、みんなこんなことしてんねや。はい、はい、でもバチッと入れちゃいましょう。2つ入ったらいけんですね。あー、なるほど。これもう等間隔じゃないんで1箇所しか入れへんので、あー、はい、まあとりあえず T マークとゼロを合わせるのとかが大事でしたね。ここもじゃあトルク出てますよね、多分ね。はい、はい、はい、物足りんな。もっと締めたいです。やっぱ糸がずれてるんで、来てるでしょ。これ来てる、来てる。え、いけてる、いけてる。一コマやったらもう、もっとずれる。ああ、じゃあ大丈夫、はい、まあまあ、こういうことね、はい、なるほどね。このゼロと切りかけと T ね、はい、オッケー、はい。これがあった状態で、それ上視点、今上視点、今ちゃんと出てるってことね、はい、これね、
あのこれ合ってない T もあるんですよ。もう一回転したら、はいはい、それは見たことがある。あります、うん、上支点は2回あるんですよね。そうそう、これ T マークが、これが排気バルブが閉まった後、こっちにゼロが来てね、はい、反対側に、ね、はい、この状態だったらこれついてるんで、バルブ。そうですね、さやから、それは分かりやすい。よっしゃ、これね、はい、じゃあそこ合わせて、で、あの僕が買ったシクネゲージ、はい、まあ、いわゆるだからここをどこの位置で止めるかによってこの天秤が変わるんですけど、あの 0.05 吸気側の方からいってみたいと思います。これをちょっと曲げて上から、どこに突き刺すんでしたっけ、この下ですよね。そうですね、ここですよね、はい、合ってる、はい、ここじゃないですよね、ここやね、え、その下です、下です、ここですね、下下、はい、はい、はい、入れました、はい、で、入れといて、はい、で、これを入れて外側を止めた状態で、はいはい、ちょっと待ってね、ちょっとナットもうちょっとこう締めれるぐらいまで、はいはいはい、はい、で、これを締め、 入れて、はい、締めていく、はい、今もかな、あ、もうダメだね、今ダメです、だって、いや、緩めるってことだよね、はい、じゃあ締めてるわ、え、ちょっと待って、こうやって締め、え、こうやって締まるから、そうそうそう、あ、はあ、はあ、来た、はい、はい、もう閉めるよ、スカスカやったらあんまりあかんすよ、羊羹、羊羹でしょ、はい、羊羹を切ってるぐらいの気持ち書いてたよ、羊羹を切ってる気持ちって、羊羹切ったことない、あ、ちょっと、ちょっと手、ちょっと若干抵抗あるよ、この辺ぐらい、はい、このぐらいちゃうね、このぐらいで、ここを持ったままここ閉める、はい、こういうこと、トルクは、いや、もうそれでいいです、はい、はい、入ります、もう、まあ、入れたまま、入れたまま閉めたら後で見やすい、入ります、ほらほら、しかもこのちょ程よい抵抗もある、ちょっと触ってみる、一回抜いて入ったかな、え、ちょっと止めます、あ、いいっすよ、はい、はい、じゃあですね、今このいい感じで羊羹を切れる感触で 0.05 が入ってるんですけど、抜いてこの 0.06 が入らなければ正解っていう、 0.06、 0.06 入ったりして入ります、 0.06 入る、入るってことは、ちょっと待ってね、入るってことはもうちょっと攻めなあかんってこと、緩い、緩いってこと、そう、はい、はい、これ絶対こうしてる時になんか鳴ってるんちゃうかな、 0.5 は入る、うん、で、0.6 はお、バッチリ、はい、ね、0.08 です、 0.08、はい、いい感じ、いい感じ、いい感じ、これで締める、はい、はい、はい、もう一発ちゃいます、ぜね、あ、いい感じや、で、9入らないです、はい、じゃあ OK です、はい、じゃあ蓋を閉める、はい、あ、俺持ってるわこれ、N5 でシール交換するとき使ったわ、あ、ありますこんな、そうそう、持ち手がこんなかっこよくないだけでそれ アストロで買いました、吸気と排気、排気終わりですね、ああ、逆です、今度、今度、あ、こっちか、吸気が始まって空気を吸って、空気を吸ったら、はい、今度こっち、いや、これがまず閉まります、あ、閉まります、で、で、ここで、上支点、今一番圧縮してます、うん、はい、で、爆発してもう一回下がって、うん、今度排気バルブが開く、はい、で、排気バルブを押し出して上がるってことは開いてるから、ね、で、また上支点ここ帰ってくる、はいはいはい、なるほど、それの繰り返し、はい、はい、すげえわかりやすい、あれだ、入れとこと、ちょこちょこでいいですか、結構たっぷり、もうじゃあ取り付いてください、まあね、
回さなくていいですか。大丈夫です、はい、はい。ビチャビチャにしたこと、はい、シリンダーに入らないですか。入らないです。これ入らない、はい、あ、そうか。だいぶ出来上がってきました。まあ別に割らん程度に、はい、あー終わった。やっても